アークシステムワークス。クニオくんシリーズ30周年記念作品。おなじみ熱血 2D アクションダウンタウン熱血物語が装いも新たに帰ってくる。ダウンタウン熱血物語スペシャル。ダウンタウンシリーズ第1作目熱血物語が大幅なイベントを追加しリニューアル。リキはさらわれた彼女を助けるため、クニオはかつての仲間に会うため、悪の源霊峰学園へと歩き出した。胸に秘めたそれぞれの目的だけが二人をつなぐ。クニオ、リキに立ちはだかる多数の番長たちを倒すことはできるのか。近隣の番長クニオを狙う沢口、西村、霊峰四天王木下、望月、その他源や謎の覆面軍団など多彩なキャラが多数登場。懐かしの面々と国王が織りなす新たな物語を君の目で確かめろ。さらに新システムで物語がより深く、より遊びやすく進化。本作では時間の概念が存在。決まった時間にならないと通れない道やイベントの発生にも影響があるぞ。まだまだあるぞ。ファミコン版ダウンタウン熱血物語からアクションが大幅進化。パンチ、キック、多彩な必殺技など従来の技に加え、連撃、投げ攻撃、熱血カウンターが登場。ボタン連打で簡単コンボ。クニオの成長に合わせて回数が増える連撃。ガード不能で強制ダウンを取れる投げ攻撃。相手に囲まれた時に便利な熱血カウンターなどなど、新アクションが多数登場。テクニックを磨き敵を倒せ。マッハキック、人間ドリル、従来の必殺技に加え新たな必殺技が続々登場。ソバットやドロップキック、巴投げなど全40種類以上の多彩な必殺技を君は使いこなせるか。新たな必殺技だけではない、超必殺技。一部の必殺技を使っていくことで技が進化し超必殺技に変化。くらえ、ドイツインマッハパンチ。君は何種類見つけられるかな。その他成長要素が満載。レベルアップでパラメータを自分好みに強化。さらにアイテム装備での強化も可能。ニューゲームボーイ。あのダブルドラゴンが新モードファイティングオブダブルドラゴン2016になって帰ってきた。 2D 対戦格闘風モードがついに登場したぞ。ビリー、ジミーをはじめ熱血物語のボスたちによく似たキャラクターたちが使用できるぞ。キャラクターの個性を生かし勝利をつかめ。ソフト1本で対戦可能なダウンロードプレイも対応。友達や同僚と盛り上がろう。多彩な追加要素でボリュームアップ。新たなモードも追加され遊び応え満載のダウンタウン熱血物語スペシャル、いよいよ発売。早期購入特典はゲーム内で使用されている BGM 全20曲以上が入った豪華サウンドトラック、絶賛予約受付中。熱血サウンドに酔いしれろ。